俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、新しく PC 版の方アップデート来まして、まあ、いろいろ更新されてますんで、まとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで、まとめていくわけなんですけれど。まあね、チップショップとかの更新も10日からなんで、周年の更新も10日からなんで、まあ実際はそんなね、いろいろ実装されているわけではないんですけれど、まあ、なんやかんやね、見ていこうかなというふうに思います。まずですね、荒野の実績っていうそのポイントが入手できる、まあ機能が実装されるはずだったんですが、JP は実装されてないです。中国の方ではこんな感じでね、専用のバーが表示されて、まあ実装されているというふうになっていて、ネットリストの公式の RMT サイトがあるっしょ、そっちの方で使えるようなシステムなんで、まあ日本では実装しないかなって感じですね。一般スキンとかも入手できるって感じになっていたんですが、それは来てないという風になってますね。で、あと日本の方で告知でですね、あとこちらのスキンの方が出てまして、まあ、これが第2弾スキンとして発表されました。可愛いですね。やっぱ第2弾やったって感じですよ。そして、まあ、新しくですね、設定の方ですね、これが追加されておりまして、まずですね、自動的に物資箱をマークするっていう機能が実装されてますね。オンにすることによって、まあ、自分が倒した敵のですね、物資箱の方がマップ上に表示されるという風にですね、変わりました。あとですね、低く投げる機能っていうのが実装されまして、これオンオフできて、オフにすると低く投げれなくなりますね。はい。まあこれ後で使ってみましょうか。あとは感度の方ですね。感度の方を変えることができるようになりまして、最低感度20まで、どの感度も下げれるようになりました。これでかいっすよね。感度下げれた方が、やっぱその、反動制御を精度上げれますんで、あとですね、まあタッチバグの防止もやろうと思えばできるっていうですね、そんな感じになってますから、あとまあ軽く射撃場の方で試していこうかなというふうに思います。まあですね、まず、グレの方ですね。これの、まあ、下投げっていうのがもともとこうやってね、できたと思うんですけれど、こちらの方に関してですが、オフにすることによって、投げるときに間違えて下投げすることがなくなるっていう感じの機能に変わっております。あとですね、もう一個でかい要素がありまして、射撃場の車があるところに行きましょうか。OK です。やってまいりました。車ありますよね、いろいろ。この車の方ですね、なんと、今まで、まあ、この例えばセランとかで押してもですね、ビクともしなかったと思うんですが、これを、押すことがですね、できるようになったんですよね。これ、めちゃくちゃでかい改変ですよね。まあ、今までと違って、押せると。ね、ドロー車も押せます。まあ、スピードがないと押せないんですけれど、スピードがあれば押すことが可能になったんで、でかい要素ですね。まあ、これね、バグも発生しやすいんで、この機能ですね。昔はこれでよくバグありましたから、バグらんかったらいいですけどね。一応これ告知にあと書いてないんで、もしかしたら不具合の可能性があるってことも、皆さん覚えておいた方がいいのかなと。今回の改変で一番でかいのは、この要素ですね。はい。そんな感じになっております。これ不具合の可能性マジで普通にあるからね。うん。怖いんですけれど。お、馬は押せないんだ。馬は押せない。あ、馬だけ無理みたいですね。最強じゃん、馬が。馬最強でしたね。馬だけ、押せないし。この挙動絶対バグるやつですね。これ、絶対バグるやつやん。うん。多分探したらあるっすね。探せばですね。じゃあこんな感じで、ベビーカーでも押せるんで、どうしても押したいものがある時っていうのは、ベビーカーでもいいんで、使ってみるといいかもしれないですね。車だったらとりあえず押せるっていう、車両だったらですね。自転車でも押せるんかな？あ、自転車でも若干押せるみたいですね。はい。本当に何もなかったら、自転車で押してみてもいいかもしれませんね。はい。ということで、今回は皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。今の電動は期間限定となっていますが、終わったらまた半年後まで次の電動はないのでしょうかと。どうなんでしょうね。いつもやったらゴールデンウィーク更新なんですけれどね。でもまあ、今回の終了日31なんですよ。12月の。で、1月1日じゃないわけでしょ。普通その課金要素を1月1日に持ってこないっていうね、なくなるような仕様にしないと思うんで、ワンチャン1月1日追加とかあるかもしれませんよ。まあでも、順当に考えればゴールデンウィーク追加ですけどね。どうなるんでしょうね。はい。で、次こちらですね。今後一生通常金券配布こなすそうと、せんでしょうね。やる意味がないですもんね。やるんだったらバインド金券配布でしょうね。ずっとそうなんでしょうね。でもまあそんな機会は増えなさそうですよね。バインド金券配布の。ちょいちょいそのバインド金券配布しますよみたいな感じにはなりそうには思えないっていう。まああくまで周年用みたいな、そんな感じっぽいっすよね。まあなんか配布するタイミングを増やすためにどうのこうのみたいな感じで、バインド金券に対して書いてましたけれど。いや、実際どうなんでしょうね。周年明けた、まあクリスマスぐらいにどうなるかってところを確認しておきたいところっすよね。はい。あとまあ3月ぐらいですかね。3月とか2月とか、なんもないタイミングでも、バインド金券配布しとったら、まあ、するんでしょうけれど、そこでせんかったらもうせんでしょうね。まあ、一応バインド金券実装する際っていうのは、金券配布のタイミングっていうのを増やすために、まあ、実装しますよみたいな感じで書かれていましたけれど、僕は正直、周年で、まあ、去年ですね、限定金券で反応が悪かったから、バインド金券にしただけでしょっていう風にしか、まあ、思ってなくて、まあ、バインド金券でもいいんですけれど、まあ、量が多かったりとか、機会が多かったりとかしたら、今のところその節ってのは全くないんで、まあ、これはまあ、ね、
そんな、そこまでする気ないんじゃないのっていう、そういう体で、周年用配布で使いたいだけでしょうとしか、まあ思えないかなっていう感じですかね。で、次ですね。進撃制作側からしたら、自分のアニメの看板つけてコラボで、バグや悪質なガチャの悪いイメージ作られたらどういう風に思うかなと。いや、どうなんでしょうね。原作者のね、耳に入ってるとか、あとはまあアニメ制作人の方にですね、そこら辺チェックされて、いろいろってことって、まああんまないかもしれないですよね。あくまでその広告代理店にそこら辺のね、宣伝だったりとか、検索対策っていうのを一任していて、まあその中で、まあ起きていることみたいな、広告代理店で止まっている話みたいな感じなんじゃないですか。そんな感じだと思いますけどね。まあ、広告代理店側もそれをわざわざね、大人そのお金出してもらった人たちに対して伝える必要も全くないですし、伝えた方が損ですしね。はい。ですので、まあ、実際なんかあんま伝わってないような気もしますよね。はい。まあ、伝わるぐらいでかいことになってくるとまた変わってくるんでしょうけれど。まあ、その伝わることになるような大きな騒動になる手前で止めてるみたいな印象ですかね。こういうことを見れば。逆に言うとまあ、伝わらなかったら何してもいいだろうっていう。伝わらない程度の炎上だったら何してもいいだろうぐらいにしか、まあ、思ってない節ってのは、まあ、もしかしたらあるかもしれません。この間なんかブレイキングダウンのね、あのコラボレーションみたいな、まあ、動画としてのコラボレーションみたいなやってましたけれど、公約行動と。まあ、そこのなんかさ、まあ、コメントでもさ、なんでその公約行動とみたいな感じで言われていましたし、相当イメージ良くないですけどね。まあ、それでもなんか、大炎上じゃない限りは、やっぱりね、代理店もお願いするんでしょうね、これからも。まあ、検索対策できる存在としては公約行動優秀ですからね。で、次ですね、今回青マントとかの復刻来ないのかなと、まあ、結局なかったっすよね、進撃。青マントの復刻ね。なんで戦果あったんでしょうね、絶版じゃないのに。そこなんか出し渋る必要あるんかなみたいな。しといた方がなんかいろいろ使えるからいいんじゃないのっていう風に思いますけれど、使えないんですかね、もしかしたら。わかんないですけれどね、もしかしたらでもそれはあるかもしれませんよ。普通に考えたらね、使った方がいいんじゃないのっていう風にまあ、思う要素なんですけれどね。はい。で、次ですね、チップショップの更新もいいけれど、普通にショップのダイヤや銀貨で購入できる服、軍団ショップで購入できる服などを増やしてほしいと。まあ、そういうなんか多様性はないですよね。うん、それなんかいろいろできるってことはね、あんま実装しない、うん、そんな感じの運営ですよね。調整ミスってるからこそまあ、テコ入れもしづらいっていう、そんな感じなんでしょう。今回またなんか新しい要素を実装するつもりみたいですけれど、ポイント貯めていろいろみたいなね。まあ、そのダイヤとか銀貨で購入とかね、軍団で購入みたいな感じでしてしまうと、まあ、定期的にそのそこら辺にね、お金も稼げないのに更新の方入れないといけないっていう風になってくるんで、それがまあ煩わしいんでしょうね。だったらまあそのダイヤとか銀貨とか軍団玉とか勲章と交換できるようなシステムを実装してからですね、全てのその要素ってのはまあ勲章に帰結して、そっちの方からワンチャン金幕のアイテム出せるとかでもいいと思いますし、それだったらまあね、定期でスキン実装する必要もないですから、だけだと思うんですけれど、まあ、軍団玉の方ではね、すでにまあ勲章交換できるんでまあいいんですが、まあ銀貨とかダイヤも使い道ないんでですね、まあ勲章にできるようななんやかんやの要素があればいいんですけどね。例えばその銀貨ガチャとかダイヤガチャの方にまあ勲章入れるとか、まあ、そんな感じだったら結構なんかね、ダイヤとか銀貨も集める理由できると思うんで、まあ、消費する場所がないからこそ面白くないってのはあると思いますしね。まあ、服の新しい実装ってのは今の公約行動運営的にはリソースないから無理でしょうね。次ですね、新しいイベントが来るために何らかのバグがあるのは恒例になりましたねと。そうですね、最近まあアップデートが来たら絶対どっかにバグがあるっていう、まあ、そんな感じっすよね。よう考えたらそれおかしいもんね、アップデートのためにバグがあるってさ。そんなだって他のゲームでさ、バグばっか見つかりますってこと少ないからおかしいかもしれんね。俺も慣れとったかもしれんし、そのバグがあること前提になっているのが。やがてはやっぱあれなんでしょうね、時間が進んでいくにつれてその角度が広がっていって、最終的にはその公約行動自体が起動しないみたいなバグが発生するとかね、なんか致命的なバグが発生しそうな気はしますわ。